ボスグレートウォールは2016年に発見された銀河フィラメントの一種であるグレートウォールである。これは観測可能な宇宙の中で最も大きな構造体の一つである。このグレートウォールの幅は10億光年で830個の銀河を含んでおり、それ以上の暗黒銀河も含んでいる。銀河系の1万倍の質量を持つ可能性がある。このグレートウォールは 宇宙の標準的な密度の5倍の密度である。赤型変異の量 Z は0.47で、ハッブルの法則を用いて計算すると地球からの距離は68億光年ほどである。このグレートウォールは大きな構造体に見えるが、これを単独の構造体と呼んで良いのかどうかは現時点ではわからない。このグレートウォールは宇宙の平均の5倍の密度を持っているが、 宇宙の膨張は加速しており、このグレートウォールの銀河は宇宙の膨張に伴って引き離されるのか、それとも一体のまま存在するのかという問題が存在する。このグレートウォールはバリオン振動文献学的調査のスローンデジタルスカイサーベイによって発見された。バリオン振動文献学的調査の頭文字にちなんでボスと名付けられた。ビリオン。 ライトイヤーギャラクティックオールメイビーラージストオブジェクトインコスモスニューサイエンティスト https コロンスラッシュスラッシュ www.newscientist.com スラッシュアーティクルスラッシュ2080040リエトセンエイテンプルイーリーボマガイエ j イモンテーロドータエイアイネストエストレブレアンスカエーマリステン C ールビーノマーティン j a t o l Discovery of a Massive Super Cluster System at Z 48, 88, ive, 8, a t Z0.48 Astronomy and Astrophysics 588 Archive 1602.08498 VIV Code 2016A&A 588L 4L DOI 10.105100046361 2億162万 8261L4? ソカル、ジョシュア、ビリオンライト、イヤーギャラクティックオールメイビーラージスト、オブジェクトインコスモス。ニューサイエンティスト、https、www.newscientist.com、アーティクル、207万9986、ビリオンライトイヤーギャラクティックオールメイビーラージストオブジェクトインコスモスニューサイエンティスト h t t p s w w w n e サイエンティストドッ c o m アーティクル2 0 7万9 9 8 6ビリオンライトイヤーギャラクティックオールメイビーラージストオブジェクトインコスモス 2016年12月5日、閲覧、ありがとうございます。